デモ走行の回って知ってるえ MFG オフィシャルの攻略サイトにアップされてる動画のことそうそうオンボードとドローンカメラの2画面構成で全てのコースを同じ車で多分同じドライバーが攻めてるんだけど去年の最終戦で別件バウアーに塗り替えられるまではぶっちぎりのコースレコードだったらしいぜそいつ何者すげえ気になるだけど車はクラシックカーだぜ高速のマニュアルだし 今はもう街中で見かけることもなくなったよな。なんて言ったっけええー、っと。なんとかセブン